ねえねえ、坂本なんかさ、なんでかわかんないんだけど、結婚したらいい奥さんになるランキング最下位なんですけど、え、ちょっとさ、それに関して文句言いたくてね。なんか8時からですよ、今日の8時からみこちのねチャンネルで格付けし合うホロライブっていうのをやったんですよ。お部屋だったら、まあ、誰が1位でしょうかみたいな感じで1位から5位まで決めるみたいな感じので、いや、お部屋はまあしょうがないよ、まあ、実際汚いしでもさ、なんでさ、重い女ランキングでさ2位かなんか取ってるのにさ、結婚したらいい奥さんになるかはさ5位なわけねえ、最悪じゃん組み合わせとして。なんかマリー先輩ちょろくてさ、でもいい奥さんになりそうで重たそうみたいなさ、いや、まだいいじゃん、可愛いじゃん、坂本何あれねえ、重たいだけの女ってこと、めんどくさい上に何にもいいことはしてくれない女ってこと。いや、汚ねえしはっきり言ってそうはっきり言うな面と向かって言うな。え、見てこの坂本可愛くない、このフルーツジッパーさんのさ、ハピチョコを出せていただいたんですけど、こんなに可愛い坂本に向かってさ、え、いい奥さんではないよね絶対みたいな、重そうだし汚そう部屋とか言えんの。じゃあ君写真と違くないえ、ちなみになんだけどさ、坂本が一番いい奥さんにならなそうの理由って何、何、みんなちょっとそれで5位に入れた人たちそれだけ教えてや。ねえ、何が理由なの、ねえ、何がいけなかったの、ねえ、坂本の何が気に食わないの。風呂え、風呂もさ、人と会うんだったら入るんだからさ、多分入んなきゃいけないのだるいねマジで。いや、毎日絶対入んなきゃいけないと思ったらクソだるいじゃんね。じゃあいいや ちなみにさ、坂本がさ、じゃあ毎日お風呂入る女の子だよってなったらさ、みんなは坂本が結婚していい奥さんになる人を1位にしたわけ？うーんってお、うんってなんだよおい、なあなあなあ、うんって何？何がうんなのか説明できる？いらっしゃいませ、こちらのレジでござう。27番ください、ペンカーン。